湘南鎌倉へは東京から JR 横須賀線で約1時間、禅寺の集まる北鎌倉、武家の都八幡宮のある鎌倉駅、そこから人気の江ノ島電鉄に乗って大仏の果て、サーファーの憧れ、さまざまな映画の舞台にもなった七里ヶ浜を経て江ノ島につながります。皆さんこんにちは。鎌倉に住んでいる招き猫のミケです。さて、鎌倉の寺社をご紹介するシリーズもいよいよ第3シリーズ。鎌倉の中心、鶴岡八幡宮のある雪の下大町エリアです。そして今回はいよいよ鎌倉幕府の象徴、日本三大八幡宮の一つ、鶴岡八幡宮です。早速訪れてみましょう。源頼朝が鎌倉入りしたのは1180年、重臣の千葉常胤の進言により、源氏先祖ゆかりの地である鎌倉へ本拠地を置くことを決めます。鎌倉は三方が山、一方が海に開いた地勢をうまく生かした要塞都市です。もともと鎌倉の海側の材木座に先祖源頼義が京都の岩清水八幡から分社した宮、由比若宮がありました。頼朝はこれを山側の小林坊である現在の地に移し、鶴岡八幡宮としました。若宮王子は守護者である鶴岡八幡宮から由比ヶ浜まで神聖なる参道として作られました。940年経った今も町の顔といえる中心的街路です。では正式な参拝順路、一の鳥居から鶴岡八幡宮をご案内しましょう。この鳥居が一の鳥居です。鶴岡八幡宮の参道の入り口になります。鎌倉幕府開幕当時はこの一の鳥居の手前まで海岸線だったそうです。現在の鳥居は1668年寛文8年、江戸幕府四大将軍徳川家綱によって寄進された石造り明神鳥居で、国指定有形文化財です。高さは約 8.5メートル。ちなみに鎌倉時代は八幡宮に近い方が一の鳥居と呼ばれていたそうですので、昔は三の鳥居と呼ばれていました。さてでは、今回は特別ゲストと一緒に当時を忍びながら由緒ある鶴岡八幡宮にお参りしましょう。本シリーズで初登場ゲストの鎌倉幕府初代将軍源頼朝さんです。あ、いえ、私は足立森永さんじゃありません。では参りましょう。鎌倉幕府の将軍は新年1月1日早朝6時に守護神である鶴岡八幡宮に参拝するのが公務でした。頼朝様はよく馬で参拝したと吾妻鏡にも記されています。一の鳥居をくぐると下り坂になっていて、八幡宮まで見渡せます。しかし現在は歩道橋や横須賀線の高架などで視界が遮られています。地上構造物を消してみましょう。若宮王子は由比ヶ浜から八幡宮まで直線でおよそ 1.8キロメートル、 京都の朱雀王子をイメージして作られたそうです。遠近法で八幡宮に向かうにつれて道幅が狭くなっています。かつて両側に松並木がありましたが、今はその面影をほとんど失っています。さてでは、古地図絵図を参考に鎌倉時代の風景を想像してみました。
鎌倉時代の武家の都へようこそ。両脇に松並木、次の二の鳥居までは水田と庶民の東屋があったようです。ちなみに左手の材木座は北条泰時の時代に貿易港として栄え、商業の中心地となります。当時の若宮王子の幅は36メートルから33メートルで、現在の30メートルよりさらに広いものでした。さて、若宮王子にまつわるエピソードを紹介します。1182年、源頼朝が鎌倉入りした2年後、奥方の北条政子が解任します。後の源頼家です。大層喜んだ頼朝は安産祈願に、それまで屈曲していた由比ヶ浜までの道を整備することを決めます。頼朝は土木事業が好きだったようで、自ら陣頭指揮を取り、州都の北条時政以下御家人が参加して土石を運搬、作業に当たったそうです。下馬の交差点まで来ました。左は長谷観音大仏につながる道で、長谷工事です。八幡様に参詣する人は敬意を表してここで馬を降ります。鎌倉時代はここから段葛がありました。段葛は若宮王子の中央の一段高くなった道です。鎌倉時代の当初は一の鳥居から八幡宮までありました。明治になって横須賀線の建設で一の鳥居から二の鳥居までが撤去されました。今の若宮王子は松の代わりに桜がそこここに植えられています。歩くとかなりの距離ですね。当時の参拝は大変です。二の鳥居まで来ました。当時はここから王子の左右や扇ヶ谷津金沢街道沿いに御家人の屋敷街がありました。要人の住宅街というところでしょうか。ちなみに頼朝時代の鎌倉幕府の御所は鶴岡八幡宮の向かって右側、六浦街道沿いにあり、中心街はそちらでしたが、三代執権北条泰時の頃から若宮王子に幕府が移ってくると、こちらが中心街になってきたそうです。二の鳥居の入り口左右には大きな狛犬様が鎮座しています。しかしこの狛犬様が置かれたのは昭和10年代に入ってからです。現在はここから段葛です。鶴岡八幡宮前の三の鳥居まであります。ここは鶴岡八幡宮の境内の一部となっています。段葛の桜は大正期になってから植えられました。鎌倉時代から江戸期までは並木はありませんでした。明治期に松や梅が植えられたのが始まりだそうです。現在の石段も何度も作り変えられたものです。鎌倉は土地が狭く、山を切り開いたため山の保水力が低下し、雨が降るたびに若宮王子に土砂が流れ込み歩きづらかったそうです。そのため一段高い参道を作ったのが段葛です。最初は土を高く盛った左右に置き石がされて作道と呼ばれていたそうです。段葛が終わると三の鳥居です。いよいよここからが鶴岡八幡宮の敷地です。三の鳥居は全国すべての鎌倉街道の起点になります。三の鳥居の前を東西に横切る道は横王子です。
横王子を向かって右手、東に行くと突き当たりが北条時政、義時邸です。現在は崩壊寺が建っています。北条邸前で左に曲がると、頼朝の屋敷、大倉幕府がありました。その先は、六浦街道を経て、朝比奈の切通し、東京湾の貿易港、金沢文庫のある、金沢へ通じました。西へ向かうと、八幡宮に沿って回り込む、万馬工事を経て、北鎌倉、大船へ向かう、鎌倉街道の中の道、です。遥か、宇都宮へと続きます。ちなみに、三の鳥居の前の西側あたりは、和田義盛や藤沢を領地としていた大場景義の屋敷がありました。若宮皇子の参詣はいかがでしたでしょうか。さて、いよいよここから鶴岡八幡宮の境内をご案内します。次回もお楽しみに。